年末特別企画2020年デュエルリンクス MVP。 今回ですね、2020年のデュエルリンクスにおきまして大活躍したカードをですね表彰していこうかなと思っております。まあ、そういった企画となっております。特にですね、あの皆さんからご意見を頂戴したと、いうことはございません。私が完全に個人の独断と偏見によりピックアップしたものを、もう自由奔放に発表していく企画となっております。ぜひですね、皆さんもご自分の中で MVP これでしたみたいなのをちょっとコメント欄からなんかね発表していただければなというふうに思ってるんですが、早速、流式リンクス2020年 MVP 発表していきましょう。今回ですね、 MVP に惜しくも漏れてしまったカードもございますんで、そちらも含めて第5位から発表していきたいと思います。第5位、カラクリ商人イナシチ。悪さしましたね、2020年は。彼の年と言ってもなんか過言ではないまでありますね。この極悪商人、この極悪商人の前になっせもなくやられてしまったデュエリスト数多くいらっしゃるんじゃないでしょうか。カラクリ界のモノロベと、恐れられたこのカラクリの一枚書道モンスターですね。爆発力がすごい。クナムザン選手の実装によってこのイナシチ商人が一枚書道に、まあ、成長したということですね。先行陣ナビなんていうね、の比じゃないレベルでね、先行制圧ができたんですよ、カラクリって。ほんと遊戯王はじゃんけんもほんと地で言ってるって言ってもいいと思うんですけども、先行ブレイ、ブレイド、ハイパー、セットセットセット、エンド、どうぞみたいな。腕組んでターンエンドみたいなね。あの盤面誰が返せんだよみたいなね。局所引いてギリみたいな。局所、しかも局所さえも止められますからね、なんなら。カラクリデッキね、最終的にはその局所対策で、カラクリセービクラっていうね、魔法トラップ止めますみたいな、カードも、採用し出しまして、局所的にハリケーンすらも止めてくるみたいな、マジでやばいデッキになり下がりました。やっぱりね、一枚書道は良くないね。一枚書道はね、良くない。この人さん。現在はまあ、もうもはやリミット1なんですけども、この人ね。なんですけども、もう誰もね、カラクリ使えなくなりましたけども、このご時世。なんですけども、もう実装時期が、そのイナシ自体が2019年の元旦だから、もう本当に、2年前とかですかのカードなんですけども、まあ、2020年になって、こんなに活躍したんで、まあそういう意味でね、第5位にランクインさせていただきました。さあ続きまして、第4位の発表いきましょう。第4位、バーニングナックラー、ベイル。まさかの、登場間もない、このカードがランクイン。まだまだね、デュエルリンクス界では、生まれたての小鹿と言われてるんですよ。彼も性能だけはね、でもね、アルティメット級ですね。これはもう速攻リミットに行ってもおかしくないくらいの性能をしています。あの伝説の最強カード、1ヶ月持たずにリミット入りしたっていう噂のカイトロイドをもう超えると言われている防御性能をしてまして、これ登場時期がですね12月なんですよ、2020年の。なんですけどここにランクインしてくるレベルで活躍しております。このカードスキルとの相性がすごいいいんですよね。デュエルリンクスってほら、ライフを、なんか、何ポイントかライフ、なんかそのダメージ受けると、なんか、スキル発動できるみたいな、あるじゃないですか。あれが、簡単に発動できるんですよ、このカード。まあ、このカードと、カイトロイドを、なんか無限に入れて、無限耐久してくれるデッキ、あれ犯罪なんですけども、あれ犯罪なんですよね。あれどう考えても犯罪者なんですけども、このカードとね、アレイスターと、プルガトロイオ大先生を雑に突っ込んでおくと、どんなデッキでも強そうに見えるんですよ。これバカベイルマジックって呼んでるんですけども、脳死召喚獣構築ですよね、いわゆる。これが激増しました。だから今後もね、こいつね、何かと悪いことしそうに思います。はい。だから2020年 MVP に選びましたが、まあ、2021年も MVP に、まあ、なっているっていうことがないようにね、まあ、それを祈るばかりです。こちらとしては。と思ってたら、規制されちゃった。というわけで、今のこの部分のパートだけ後で撮ってます。現在12月の26日なんですけども、リミット速報が来まして、ベールさんね、なんと26日間で、まあ、27日後、実装から27日後に、規制になるということで、カイトロイド越えを果たしました。おめでとうございまーす。ふざけんな。さあ続きまして第3位の発表いきましょう。第3位、召喚獣高級トス。はい、犯罪者。はい、犯罪者来ました。この人はですね、もう完全に悪い意味で完全に悪い意味で2020年大活躍をしました。まあ別に2020年のカードじゃないんですけども、
ホムラガミと一緒にですね、別名新パック売上ストッパーと、言われている彼なんですけども、新パックのエクシーズモンスターが軒並み高級塗装を突破できないんですよ。軒並みです。軒並み高級塗装を突破できません。2020年に発売したカードの中で高級塗装抜けるカードを探す方が難しいです。ちなみに2020年のデュエルリンクスの流行語大賞は高級塗装抜けるんですかに決定してるんですよ。すでにこれ前の動画で出してると思うんですけども、2020年ね、新パック発売されて、効果テキスト読むじゃないですか。大体新しいカードどんな感じなんだろうと思って読むじゃないですか。デュエリストね、全員こう思うんですよ。あれ、これでっき高級塗装どうやって突破するんだっていうね。そうなんですよ、抜けないんですよ。高級塗装なんて突破できません。したがって新パック誰も買いません。これがリンクスの闇ですね。だって高級塗装抜けないんだもん。高級塗環境にいっぱいいる召喚獣、簡単に出てくる呼吸塗装を抜けないので、なんか新しいパックに課金する意味ないみたいなね、そういう話になっちゃうんですよね。呼吸塗装が抜けないデッキに価値などない、そんな価値やをね、僕らに強要してきたのがこの呼吸塗装というモンスターでした。正直第3位からどうか、第1位とかまであるかなと思ったんですけども、一応ですね、この人ね、禁止カードになってるんですよ。2020年12月の15日を持って。なのでお役御免かなということで、2020年第3位ぐらいにランクインしておきました。おめでとうございます。もう二度と出てくるんじゃないですよ、無期懲役。第2位、カップオブエース。なぜリンクスでは強欲な壺が使えるんでしょうか、教えてください。皆さん、カードゲームにおけるアドバンテージの概念をね、無視したこのカード、1枚のカードで2枚になるから、それがおかしいから強欲な壺は未だに禁止カードなんじゃないですか。そうですよね。デュエルリンクスには絶対運命力というあまりにもぶち壊れたスキルが存在します。絶対にコインは3回まで表が出るっていう、仕様なんですけども、このスキルの存在によって採用たくまの顔を見ると吐き気を催すデュエリスト多いんじゃないでしょうか。ちなみに私もその一人です。昔はね、ライフをね999以下にして、うお味方にっつってカップオブエースうおーってやっていたんですよ。採用さん初手でカップオブエース打ってほぼほぼカップ 100% 持ってますもんね。採用さん、もう僕の統計上では 100% カップオブエース握ってるっていう、統計が出てるんですけども、 100% 強欲なツボ打ってくるんですよ、採用さんは。おかしくないですか、こんなことが許されていいんでしょうか。いいな、絶対運命力のスキル修正はそのうち来るんじゃないかなと。またもう修正されてるんですけどね、一回されてるんですけど、また来るんじゃないかなと思っております。カップオブエースを許すな。さあ、ここでですね、惜しくもランクインできなかったカードのご紹介もちょっとだけね、していこうかなと思います。まずはコズミックサイクロン。やっぱりね、言わずと知れた最強カードですよね。2020年も死ぬほどいろんなデッキから飛んできました。ライフを減らせる点はサイクロンよりずっと優秀ですし、除外するっていうね、再利用ができなくするっていうのもとても優秀なんで、リンクス界最強カードと言ってもいいでしょう。別に2020年にめっちゃ活躍したカードっていうわけじゃないんで、昔からずっと活躍してるんで、なので2020年の MVP から抜きました。それからクリボール、未だにこのカード活躍してるってすごくないですか。これすごいんですよ。だって登場したの2016年ですよ。2016年にこのカードが登場してるってだいぶやばいですよ。これ未だに環境デッキなんか入ってますからね、このカード。ここまで僕らの命を守ってくれる可愛い存在、他に私は知りません。2020年にめっちゃ活躍したっていうか、ずっと活躍してるんで、ランキングから除外しました。さて、いよいよ第1位の発表に行きたいと思います。私が思う2020年デュエルリンクス MVP はこちら。第1位、因果切断。そう、因果切断です。初登場は2020年の3月の25日、ほぼ課金者限定パックと言われているセレクションボックスミニボリューム2という、こちらで登場しました。当初はですね、相当なパワーカードとして注目されてはいたんですが、ほぼ課金者しか入手できないっていうね、仕様でしたから、あんまり所有しているデュエリストがめっちゃ多いっていうわけではなかったんですよ。ただし2020年の9月の1日、アリーナオブサンクチュアリという、パックに再録されまして、一気に人気が爆発。青眼デッキ、ブルーアイズデッキとか、あとデスペラードデッキ、ヒーローデッキ、シナノイデッキなどなど、もうありとあらゆるデッキに投入されまして、ありとあらゆるデッキを苦しめ続けました。墓地利用を許さず除外するという仕様は、やはりどんな環境でも強いものです。メスガキことね、ウィッチクラフトマスターベールを吹き飛ばしたりとか、墓地に送って
ては困るなんかデスペラードとか、まあ、あの世に置きたいとか、あと破壊耐性のあるネオスとか、あとホムラガミなんかもね、あのこいつで黙らせることができたという、あとベンデットとかも、このカード1枚で分からされちゃうんで、これは厳しかったですね。ちなみに僕はこの因果切断のプレミアムが欲しくて、ひたすらセレクションボックスを課金周回したバカです。プレミアム加工2枚持ってますよ。羨ましいですか？え？羨ましくない？なんかすいませんでした。というわけで2020年私が思う MVP は因果切断に決定しました。おめでとうございます。皆さん的な MVP もね、よかったらぜひコメント欄なんかで発表していっていただければなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。